ちょっと洗濯物どっちが畳むか、じゃんけんしようか。最初はグッ、じゃんけんポン。ちゃちゃさん、それパーやろ。俺の勝ちね。え、グーなんそれ。ただいまーす。さて、カプリちゃんはどこにいるでしょうか。てん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 、正解はてんてん、ご飯の横でした。あれ、チャチャさんどこ行ったやろ。カプリちゃんもおらん。あれ、え、怖っ。え、ちょっとそれはね、怖いよ。怖っ。目ギンギンなんですけど。アトムちゃんよ、これ。アトムちゃん、アトムちゃんの人形。そう、優しくして、優しく遊んであげて、優しく。あ、アトムちゃんが裏返っちゃった。
カプちゃんのその顔何？カプちゃんあんた動かんない。どこがエロいか説明するね。まずこの温暖色、温暖色にこう照らされるちゃちゃさん、そしてまたこう白いシーツ、そして壁の中にいるちゃちゃさん、あとはねちょっとこうみだらなあの女性の方をイメージさせるようなその寝方と体型、と目線やね。えんろ。お。それはしつけですか？そうだよね。はい、よしよし。おはようございます。昨日はね、ちょっと酔っ払っちゃったわ。あのね、なぜかというとね、ボジョレすっごく美味しいの。これわかる？今年のねボジョレすっごく美味しいの。品質がいいブドウを使ってるボジョレね、わかる？皆さんもの、あ、嬉しいし、目屋に取るか。目屋に取りたい。その目屋に、左の目屋に取りたい。今や。あ、取れん。もう一回して。するんち、するんちして。あ、かぶせ放置。いや。いやーって。